歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。さてもう気づくとね1月も半ばっていう形になってくるんですが、今週末の1月20日みたいな形になるとですね、これ大寒っていう形でです、1年の中で一番寒い日っていうことらしいですね。僕ちょうどその日ね、広島市の方に行ってちょっとこう友人とね会う約束になってるんですが、そんな一番寒い日だったらどんな格好で行くんだろうっていう風にねちょっとこう聞きたくなかった情報を聞いてしまったっていう感じにもなるんですけれど、やっぱり事前にねでもそういったことを知っとけば出かける時なんかでもどうしようかなああしようかなっていう風に、そういった準備当日になって慌てるってことがなくなりますよね。まあここまで来るとどんな話がつなげていこうかっていうとね、まあだから事前からね、準備をしとくことが結局慌てないで済むよってことですから、日頃の手入れね、先週も同じこと言ってるなと思うかもしれないけど、やっぱりこれが大事なんですよね。だから常日頃からね定期的にこう行く歯医者さんに通ってもらう、その上でちゃんと毎食後の歯磨きをしてもらうっていうね、お手入れができてるかどうかっていうことが非常に大事になってくると。でそこまで誰もやってないじゃないかっていうふうに思われる方も多いと思います。みんなそんなに行ってないよっていうね。でも、みんなそんなに行ってないから結局テレビのね、歯磨き粉の CM なんかを見てもらうと分かると思いますが、日本人の成人の8割が歯周病であるとかね、30歳以上の8割が歯周病であるとか、まあいろんな言い方はありますが、とりあえず大人の8割歯周病っていうね、そういったセリフねよく聞くんじゃないかと思います。8割ですよ、大多数ですよ。だから周りと同じような手入れじゃ結局足りないっていうふうに考える方がいいんですよね。小学生もですね、いつのデータだったかな、厚生労働省が調べた、ね、データの方でも見ていくとね4割ぐらいがね歯周病、まあ、歯茎に異常のあるっていう形のね、子どものデータっていうのも出てたりしますんで、ね、大人8割子ども4割なんてこったっていうような感じですけれども、だからそれだけやっぱり足りてないんだっていうこと、それをよく自覚してほしいんですよね。どうしてもね皆さんこう自分は歯周病じゃないっていうね思い込んでるというか勘違いしてるというか、そういう人たち多いんですが、痛くないから、自分でそういった症状を感じることがないから自分は歯周病じゃないっていうふうに、結論付けてる人っていうのが結構いたりするわけですが、体の他の病気でもね、思い起こしてください。痛くなければ病気じゃありませんかって言われれば、病気っていうのは痛くなくても病気は進行してたりしますよね。体の病気でいうと年に1回健康診断、こういったものに行くことでその痛くもないけれども進行しているようなそういった病気、こういったものを見つけて、いわゆる早期発見早期治療という形で悪化する前に治療を行う、ね、こういったことも別に真新しい話じゃなく、ね、当たり前のように早期発見早期治療という考え方皆さんできるようになってきていると思います。同じ体の一部のことなのに口の中に関して言うとなぜか皆さんね、その早期発見早期治療と全く逆のこと、痛くなったら行けばいい、そういう形でこう歯医者さんにねこう考えてる人っていうのがねなんかすごく多い感じがします。で痛くなってから行くんで一本の歯に対する治療の時間も期間も長くなる、症状が出るまで我慢してなおかつそこでまだ行けるなんてさらに我慢して寝れないような痛みになってから歯医者なんて行くっていうような形になると、そりゃ治療が長引きますよと。大体歯医者さんが嫌いな人ほどね、そうやって我慢しちゃうんで、逆に、治療が長引きますから歯医者さんに通ってる期間は長くなるというね、全くの悪循環といったらおかしいですけど、嫌いな人ほど長く歯医者さんに来るというふうな形になっちゃいます。だから忙しい人、歯医者さんが嫌いな人って言ったらおかしいけれど、あまり歯医者さんに行きたくない人ほどむしろ定期的にチェックをしておいて、大きくなる前にちゃちゃっとこう綺麗にね治療してもらうっていうのを繰り返してる方が、逆に歯医者さんに通ってる期間時間っていうのは短くなりますんでね、しっかりとねそういったことも含め一度歯医者さんに行って相談されると、いろんなことが聞けていいかと思いますよ。それでは今日はこの辺で失礼します。
最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。